三振。三振とは、野球、ソフトボールにおいて打者が、投手からストライクを三つ取られること、またその時の記録である。英語では、ストライクアウト、略記、SO と言い、スコアブックでは K、または SO と記す。一回の打席において、打者が三回ストライクを宣告された時の記録を、三振という。この第ストライクの投球をが、正規に補給するか、 口述する規則により、第三ストライクの宣告を受けた者が直ちに走者となれない場合には、打者はアウトになる。ここで、第三ストライクの宣告は、直ちに打者のアウトを意味するとは限らないことに、注意しなければならない。振り逃げ球審は、第三ストライクを宣告する際、ストライク3とコールする。MLB ではシーズンのみ、ストライク4つで、 アウトにする四振りが規則として採用された。反対が多かったのか、翌シーズンには三振に戻された。また、チャーリー・オー・フィンリーは、試合短縮を狙って、ストライク二つでアウトにする二振りを、オープン戦で採用したことがある。ツーストライク後にストライクを宣告された場合に、三振が記録される、ストライクを宣告される場合については、 ストライクが宣告される条件を参照。公式記録の上で状況による区別はないが、特に目的を持って、記録をつけているものはその目的に応じて、しばしば区別して記録する。打席途中に、投資交代があった場合や代打があった場合に、誰に脱三振や三振の記録がつくかは、野球規則に定められている。一人の打者に対するべての投球がストライクとなり、三球の 投球でその打者から三振を奪うことを俗に、三球、三振という。無視、または一死で、一塁には、走者がいない場合、もしくは二死の場合、第三ストライクに当たる投球を保守が、正規に補給できないと、打者はアウトではなく、打者走者となる。これを振り逃げといい、打者をアウトにするためには、内野ゴロ同様に、守備側は打者、または一塁に食玉しなければならない。 それまでに打者が一塁に到達すれば、打者は走者となって一塁に生きることができる。振り逃げによる一塁出塁の成否にかかわらず、打者には三振が、投手には脱三振が記録される。これにより、一イニングで四つ以上の三振が記録される場合がある。詳細は、振り逃げを参照。三振で打者がアウトになった直後に、塁上の走者が盗塁に失敗、または、 理類が大きかったために食騙されてアウトになることを俗に三振月ツー、三振併殺という。この場合、打者には三振が記録されるが併殺打は記録されない。スコアブック上で三振を K と表記する理由は諸説あり、今も明確にはなっていない。メジャーリーグの野球記録では打者に対する三振のしにくさを評価する数値として打数を 三振数で割った係数が用いられる。この係数の特徴は打数を分子とすることで、四死球や儀打、失策の要素が影響せず、その打者の打撃がどれほど確実に投球を打ち返すかを表現している点である。数値が大きいほどその打者は三振しにくい。評価基準は、おおむね、7.8ほどで、良好、10を上回ると優秀であるとされている。 また実際は、打者の打率の高さともある程度の相関を持ち、いわゆる、アベレージヒッターほど高い数値を示す。脱三振は、投手が打者を三振に仕留めることで、投手に与えられる記録である。上記の要領で打者に三振が記録されると同時に、投手には、脱三振が記録される。対戦打者の三振と対戦投手の脱三振は、必ず同数になる。 脱三振率とは、投手が1試合9イニング完投したと仮定した場合の平均脱三振数である。すなわち次の式により求められる。この値は、投手の能力を評価する指標の一つであり、高ければ自力でアウトに取る能力が高い投手と認識される。バビップとの関わりから脱三振率の高い投手は、被打率が低くなりやすいというメリックがある。評価基準は、 7.5から8.0であれば高い。部類に入り9.0を超えると、典型的な三振を取る投手となる。年代別に見ると、脱三振率は MLB においては、全体的に上昇する傾向にある。近年では、脱三振を被打者数で割った K、K% による評価が主流となりつつある。シーズンを通しての日本プロ野球記録。 規定投球回数達成者はの石井和久の11.05、196.1回で241奪三振。MLB 記録はのランリジョンソンの13.41、249.2回で372奪三振。ちなみにシーズン401奪三振を記録したのえなず、豊は10.97、投球回は329回。4奪三振、高田優 野村隆人、工藤君康、西口文也、岡島秀樹、ドナルドレモン、斎藤和美、杉内俊也、金沢武と、松坂大輔、前田吉長、枠井秀明、ウィルフィン・オビスポ、沢村拓一、千賀博大、二度、高橋里志文、平田慎吾、八木良優、藤並慎太郎、石田健大、松井由紀、田口玲と、ブランドン・ディクソン、 三審という語は、三度目の有罪判決で罪状に関係なく最大の量刑が課せられるという三審法や新司法試験の3回しかない受験機会のすべてで不合格だったものを指す三神博士のように野球を離れて比喩的に用いられることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。